松島美奈子は元宝塚歌劇団所属の男役。神奈川県藤沢市出身。本名は松島恵子。宝塚での愛称は恵子、恵子。父親は元海軍報道部長松島恵三。湘南白百合学園中学部卒業後1952年。 宝塚音楽学校受験入学。1953年4日卒業、同年4月春の踊りで初舞台。40期生。当時は音楽学校は1年生であった。同期に、那智渡る、浜優子朝鳥千さ藤里美穂らがいる。 宝塚入団時の成績は64人中13位。入団時の芸名は松島明美。星組に配属。1956年6月星組公演、ホノルルホリデーで、内へ昇、る藤里美穂、若山緑らと共に水浴に踏みし、タップダンスで注目される。同年、このメンバーで宝塚歌劇団年度賞。 新人部踏賞を受賞。この頃から1960年頃まで、歌劇には、迷子のように、松島の舞台写真、グラビア、関連記事が掲載される。海外公演にも参加し、松島は、那智渡る、内へ登る、藤里美穂らに次ぐ、若手ホープの一人だったことを示している。1957年花組に移動。 第3回ハワイ公演参加。芸名を松島美奈子に変更。1958年4月1日、春の踊り、花の中の子供たち出演中、相手役の勝木き美が不慮の事故死を遂げた。勝木は松島と湘南白百合学園小学部、中学部の同級生でもある。 1959年カナダ、アメリカ合衆国公演に参加。1960年2月花組公演、もゆる、氷河新人公演で主役級の役を演じる。同年9月ひまわり社より、塚娘のアメリカ日記出版。245ページ。当時の定価350円。 塚娘のアメリカ日記描紙これは宝塚歌劇団生徒が財団中に著書を出した最初の例であった。同書は塚娘のアメリカ日記私のメモ帳愛上をああ、無残の記憶に祈るの三部からなる。タイトルにもなり同書の 約半分を占める、塚娘のアメリカ日記は1959年7月26日より11月28日までの宝塚歌劇団アメリカカナダ公演の記録、私のメモ帳はゆえおは、長短様々のエッセイをタイトルの五十音順に集めたものである。しかし、後書きによれば松島が、同書出版を決意した真の理由は、勝木博美の死を改装した、ああ。 無残の記憶に祈るお世に出したかったからであった。図鑑娘のアメリカ日記出版前後から歌劇史上で松島に関する記事、舞台写真は現れなくなる。これが勝木きひろみの事故に関する回想を出版したことに対する歌劇団の制裁かどうかは不明。1962年芸名を松島佳よに変更。11月29日をもって宝塚を退団。 皇帝と魔女が最終出演公演の演目である、松島奈子図塚娘のアメリカ日記、ありがとうございます。